バートヤンシュ、バートヤンシュ、バートジャニュッシュ、1943年11月3日から2011年10月5日は、スコットランドのフォークミュージシャンであり、ペンタングル創立メンバーの一人である。本名をヘルベルト・ジャニュッシュ、ハーバート・ヤンシュという。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第94位。 2011年の改訂版では削除された。グラス号に生まれ、活動初期には英国のボブ・ディランと称されることもしばしばあった。しかし必ずしもその通りではなく、バーとヤンシュの最高の仕事は、ボブ・ディランとは違って、歌詞ではなく、常にインストゥルメンタルによるものである。1960年代に、ギタリストのデイビー・グレアムとアンブリックスでは、 ライフタイムアーカイブメントアウォードを受賞した。2011年10月5日、ガンのため英国ロンドン北部ハムステッドのホスピスで死去。バートヤンシュは1943年にグラスゴーで生まれた。エディンバラに育ち、ペニーウェル小学校とエインズリーパーク中学校に通う。10代の頃にギターを手にし、ロイ・ゲストと地元のフォークククラブを訪問し始めた。そこで、 アーチー・フィッシャーに出会う。彼らは、ビッグ・ビル・ブルーン・ジー、ピート・シーガーとウディガスリーの音楽を、バーとヤンシュに紹介した。苗木業者として働いた後、音楽に専念するようになる。イギリスのあちこちのフォーククラブや、イアン・キャンベル、アンブリックスから影響を受けた。例えば、や、のような、後の演目の中で重要な位置を占めることとなる、楽曲を学んだのあった。 1963年から1965年にかけてヨーロッパ一へを一人で放浪した。バーやカフェへ飛び込みで演奏をしつつ、あちこちへとヒッチハイクしたが、モロッコのタンジールで赤痢に感染し、イギリスへと、そされた。1960年代中頃のロンドンでは、フォークミュージックへの関心が芽生えつつあった。その中、バーとヤンシュは、ロンドンへ移り住み、 エンジニア兼プロデューサーのビルリーダーに出会った。ビルリーダーは自宅でバーとヤンシュの演奏をオープンリールテープに録音するとトランスアトランティックレコーズに99ポンドで売った。そのテープから制作されたアルバムバート・ジャニッシュは1965年に発表される。これに次いでイット・ドンとボザ t h ーとジャック・オリオンの2枚のアルバムをヤツぎバヤに発表した。 ジャック・オリオンには、ブラック・ウォーター・サイドの最初の録音が収録されている。この楽曲は、アイルランド・ミン・ヨーに、独自のギター伴奏を加えたもので、後にこのギター伴奏部分が、ジミー・ページにて、として、アルバム、レッド・ゼッペリン・アイに収録された。バーとヤンシュは、有名なロックバンドの、よく知られている奴が、その演奏を持って行ったんだ。自分たちの録音にそのまま使っているよ。 と話している。ロンドンでは、ジョン・レンボーン、彼とは、ロンドン北部にある、キルバンのフラットで、共同生活をしていた、デイビー・グレアム、ポール・サイモンな、革新的なアコースティックギタープレイヤーとも出会う。そして、オールド・ブロンプトン通りのトゥルバドールなど、あちこちのクラブに集まり演奏をした。ジョン・レンボーンは、トテナムコート通りに、デーテツフォーククラブを開く。ここで、 ジョン・レンボーンとバート・ヤンシュは一緒に演奏し、2台のギターが複雑に絡み合う演奏様式を生み出した。これはしばしばフォーク・バロックと称されている。1967年に二人が作成したバートジョンはこの様式が極めて顕著に示されているアルバムである。ジャッキー・マクシーが二人のギタリストと歌い始めたのもデーテツ・フォーククラブであった。さらにダニー・トンプソン。 コントラバスとテリー・コックス、ドラムスが参加し、ペンタングルが生まれた。1968年に、ヘザー・シュウエル、この時はまだ芸術を志す学生であったが、やがて、ヘザー・ヤンシュの名で有名な彫刻家になると結婚する。彼女は、何、曲家の歌と、気楽曲は、ヘザーとの出会いによって生まれた。わかりやすいのは1968年のアルバムにある。 ミス・ヘザー・ローズマリー・シーウェルと1971年のアルバムローズマリー・レーンにあるバースデーブルーズである。また、エム・レディ・ナンシーも名前は違うが、ヘザーのために書いたとバート・ヤンシュは言っている。ペンタングルの最初のメジャーなコンサートは1968年のロイヤルフェスティバルホールで開かれ、その年に最初のアルバムを発表する。バートヤンシュはソロ活動はめ、 海外への演奏旅行とアルバム制作という大変な仕事に取り組んだ。ペンタングルはフォークミュージックグループと捉えられていたが、自分たち自身の作品を多く演奏し、バーとヤンシュは多くの作曲を担当した。ペンタングルは1973年に解散。その後、妻と共にウェールズのランピーター近くの農場を手に入れ、公演活動からは一時期を引いた。この間、 ギタリストのデイブ・エリスがシンバーとヤンシュと呼ばれるようなこともあった。農民として2年過ごした後、妻と家族のもとを離れて音楽へと戻った。1977年にマイク・ピゴット、ロッド・クレメンツ、ピック・ウィザーズ、バイオリンとナイジェル・スミス、ベースを加え、カナンドラム、南門の意を結成。オーストラリア、日本、アメリカへと6ヶ月かけて、 公園旅行をした。公園旅行を終えカナンドラムは解散。バート・ヤンシュはアメリカで6ヶ月を過ごし、アルバート・リーとアルバム、ハートブレイクを作成した。そして、イングランドに戻ると、フルハムのニューキングズ通りに、バート・ジャニュッシュ、エスニターショップを開いた。1980年代に入って、ペンタングルは新メンバーで活動を再開。当初メンバーからは、 バート・ヤンシュとジャッキー・マクシーが参加した。1995年以降、ロンドンのデンマーク通りにある十二バークラブでしばしば演奏した。そこでのライブ録音、ライブ・アット・ザ・ジューニバーは当初、シカバンとして作成したが、1996年に公式に発表する。2002年にはバーナード・バトラーやジョニー・ギター・ホッチと一緒にロンドンのジャズカフェで名前演奏をした。 また2005年には活動初期に影響を受けたデイビー・グレアムと再び組んで商品の演奏会をイングランドとスコットランドで開いている。バーとヤンシュの音楽は多彩な分野から影響を受けている。フォーク、アンブリックス、ジャズ、チャールズ・ミンガスとジョン・コルトレーン、古楽、ジョン・レン・ボーンとジュリアン・ブリーム、インド音楽、ラビシャンカル、そしてさらに多くの分野からも、これらから バーとヤンシュ自身のギタースタイルを上流し、生み出た。双方の特徴は、ベーシックなクルーハンマー、スタイルを取りつつ、あまり使われないコードや、コードに音を加えるところにある。この例は、ニードルオブデスに見られる。単純なフィンガーピッキングだが、いくつかのコードにはナインスが加えている。ナインスを加えるのは、コードの最高音ではなくアルペジオの中間音に加え、 さざ波を生み出している。もう一つの特徴は、高音源を半音ベンドする間、低音源の高度を抑える奏法である。これは、レイノルディーンのような楽曲においてはっきりと聞くことができる。デメニッシュフィフスから完全フィフスまでベンドしている。多くのギタリストと同様に、ベンドは彼の奏法の特徴である。少し少なくベンドすることによって、わずかにシャープ、あるいは、 フラットな音を生み出し、全音階とは違う印象をもたらしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。